はい、湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、引き続き腰痛滑り症についてお話しさせていただきます。で、前回の動画ではですね、腰痛滑り症の原因に対してどうアプローチしていけばいいか、どういうふうに考えていけばいいかというお話をさせていただきました。はい、まず第一に着目すべき点はこの骨盤の前傾、前に傾いちゃってる状態ですね。傾いちゃってる状態が作られているから、この背骨が前に倒れちゃって、体が前に倒れちゃう。前に倒れてる状態が人間ってすごく嫌なので、起こそうとします。起こそうとすると、反ってくる。反り腰が作られてしまって、滑ってくる。っていうようなメカニズムがあるんですよっていうお話をさせていただきました。じゃあここの筋肉を短くなって硬くなってるところを解消していけばいいんですよねというお話をさせていただきました。で、私としましてはここの筋肉の硬さを取っていけばいいんですよっていうお話をさせていただいたんですけども、まあ、そうしますと患者様自身では何もできないというふうになるとやはり不十分ですので、患者様自身でできることっていうのは、ストレッチだったりします。はい、ストレッチですね。なので、この骨盤と大腿骨をつなぐ、要は股関節の前についてる筋肉のストレッチですね。はい、場所で言うと、大腿四頭筋っていう筋肉のですね、大腿直筋っていう筋肉なんですけども、この太ももの股関節の前についてる筋肉です。はい、なのでですね、これは腰椎滑り症だけではなくって、反った時に痛い方ですね、腰をこうちょっと反った時にここがイタタタタタっていう方はですね、とても効果のあるストレッチになりますので、ぜひお試しください。要は腰が反って痛い方っていうのは、ここがぶつかっちゃってるんですね。腰の後ろが、関節がぶつかっちゃってるんですよ。ぶつかっちゃってるっていうことは、それをほっとけばですね、腰椎がぶつかってしまって関節が変形してしまったり、腰椎の変形性関節症とか言われたりとかですね、結果的にそこでこう滑ってきちゃったりする可能性がありますので、そういったやはり滑り症とか腰椎の変形性関節症とかにならないためにも、このストレッチをですね、ぜひ日頃からやっていただくと予防にもなりますので、ぜひお試しください。はい、でやり方としてですね、本当にシンプルですね。何かですね、椅子に座った状態の方が初めはやりやすいと思います。はい、床でもできるんですけども、こういった床 の, 何か、ここはベッドの上でやりますけども、何か椅子に座った状態の方が初めはやりやすいと思います。はい、まずですね、じゃあ伸ばしたい方の足、じゃあ例えば左でいきましょう。左の足をですね、片方正座のような形、正座といっても足首をですね、こう入れるのではなくて、足首は外に向けた方がいいと思います。で、向けた状態で、ちょっと分かりづらいかな、この足がですね、こっちに入りすぎてしまうとやりづらいんですね。なのでこの膝がこう出るような、はい、なので座る位置としてはですね、お尻がこう乗ってるような状態です。お尻がこうなるとこう起こってしまうので、ももまでは乗っけないで、お尻だけこう乗っけてあげるような形を作ります。はい、で作っていただいたら、このですね、膝をですね、こう下にまずはクーッと落とします。思いっきり落とさなくてもいいですけども、こう落とすような感じですね。落としてこう止まるくらいの感じでいいです。で、この状態で、今左なのでですね、右の肘をつけれる方はつけてください。つけれない方は手で結構です。手を置いていただいて、手を置いた状態、つけれる人は肘つけていただいていいんですけど、この状態で膝を下に下げながら、体をですね、ここの左の骨盤をこっちに、膝を下げながら骨盤を上に
すると、ここが伸びてきます。はい。で、ここが伸びてきたら深呼吸5回ですね。膝を下げて骨盤をちょっと上に腰をこう出すような感じですね。腰をグッと、左の腰を出して、膝を下に。で、深呼吸5回吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、まあ、5回したとしましょう。今3回ですけど、でこんな感じで戻していただいて、反対もちょっとやってみますね。ももまで乗っちゃうと乗りすぎなので、お尻乗っけていただいて、右の膝を曲げて正座するような形なんですけど、足首は入れない。足首は外向けた状態で、右左手をついていただいて、できる方は肘つけてください。で肘つけた状態で膝を下に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 しながら、この腰を上に、膝は下、腰は上、そうするとね、この辺が伸びてきます。で深呼吸5回吸って吐いて吸って吐いて、吸って、吐いて、5回やったとしましょう。ここをよく伸ばしていただくんですけど、できる方は先ほど肘をついてって言われたんですけど、もっと体こう後ろにできる方は後ろにつけちゃってもいいです。で、膝は下、腰はグッ。で、体もこっちにひねればひねるほど、膝を下に下げた側と反対に体をぐーっとひねればひねるほどさらに伸びていきます。ぐーっと、ぐーっと。で、膝は下ですね。で、腰は上。で、体ひねる。っていう風にすると、さらに伸びていきます。なので、皆様のですね、よいしょ、体の柔軟性に合わせていただければと思うんですけども、ここのですね、太ももの前、股関節の前の筋肉を伸ばしてあげることによって、骨盤がこう前に倒れている状態、骨盤が前に固定されている状態ですね、が解消されるわけです。解消されると骨盤がこっちに倒れていたのが、こっちに戻りやすくなりますよね。だから、こうなっている状態がこうなるわけですから、腰が反る必要がなくなるわけです。こうなってたから、腰がこう反ってきて体をまっすぐ立てようとしてたんですよね。こうなってたから。でもこれがこうなれば腰を反らなくても体まっすぐに立てますよね。だから反りすぎな状態が解消される。解消されるから反り腰の状態が治っていって、腰椎滑り症の原因がなくなっていくっていうことになるんですね。はい。まあこの太ももの前の筋肉は一例に過ぎないんですけども、私はまずそこを見ていくことが多いので、今回はですね、ここの筋肉の硬さをが原因になるということと、じゃあどうやって改善していけばいいかという話をさせていただきました。はい。またですね、ちょっと腰椎滑り症の原因だったりとか、じゃあそれに対してご自身でどういうふうにしていけばいいのかっていうお話もですね、何回かもうちょっとさせていただければと思いますので、はい、もし腰椎滑り症でお悩みの方ですね、はい、メールにて無料相談を行ってますので、遠慮なくご相談していただければと思います。はい。またですね、腰椎滑り症の改善のためのヒントだったりアイデアですね、日々配信しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。